ウブロのコンセプト、アート・オブ・フュージョンを見事に表現した究極のフラグシップモデル、ビッグバン・ウニコです。皆様こんにちは。発信 YouTube チャンネルです。第2弾の今回もウブロからご紹介させていただきたいと思います。前回の動画でウブロというブランドについてはお話しさせていただいたので、ぜひそちらの動画もご覧になっていただけると幸いです。発信 YouTube チャンネルでは時計の様々な情報をご紹介させていただきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく商品は、多層構造からなる立体的なフォルムにウブロの自社開発のムーブメント、新素材を融合させたウブロのコンセプト、アートオブフュージョンを見事に表現した究極のフラグシップモデル、ビッグバンウニコです。今ご覧になっていただいているのはケースにホワイトセラミックを使用。セラミックはダイヤモンドに迫る硬度を誇り、傷に強く、今では多くの時計に採用されています。セラミックは一般的に白、黒が主流でしたが、ウブロは時計業界初のレッドセラミックの開発に成功、同様にブルーセラミックの開発にも成功しております。2年以上の研究開発期間の末、完成したのがウブロ自社製ムーブメント、ウニコ。モデル名にもなっているウニコという語源はユニークから来ていて、スペイン語で独創的という意味です。100年先でも一定レベル技術を持った職人なら修理や組み立てができるという、今後長い歴史を刻んでいける大変優れたモデルになります。ムーブメントや新素材の開発、今年で創業から40年を迎えますが、ウブロの技術力の高さには驚かされますね。ウブロ自社製ムーブメントを搭載したこちらのモデルは72時間、3日間のパワーリザーブに加え、フライバック機能を備えています。一般的なクロノグラフは計測を終え、再び時間経過を計測するためには一度ストップ、リセットをしてからリスタートをする必要があります。それに対しフライバック機能とは、計測中にリセットボタンを押すと、その瞬間に針が0位置に戻り、連続的に計測を行うことができる機能です。そしてウニコの最大の魅力ともいえるのが、ベルトをご自身の手で自由に取り外しが簡単に可能というところではないでしょうか。お店に行かなくても、その日の気分やファッションによってベルトを変えることができ、一つの時計でいろいろな楽しみ方ができます。バックルの裏側にあるプッシュボタンを押しながらストラップを引くと取れます。戻すときはそのまま押し込むだけになります。そして最後にご紹介させていただくのがサイズ感ですね。これまで 45mm 径のサイズしか展開がなかったビッグバンウニコでしたが、2018年新たに発表されたのが、今回ご紹介させていただいている 42mm 径です。こちらが以前から展開している 45mm 径です。見ていただくと分かる通り、以前から展開のある 45mm 径と比べて一回り小さいのが分かりますね。今までサイズ感でどうしてもウブロを敬遠していた方や、大きくて
自分の腕に合わないなと思っていた方でも 42mm が登場したことから、お気軽にウブロを楽しむことができるようになりました。本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。次回の動画でどのブランドをご紹介するか楽しみにしていただければと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。正規販売店名古屋南インタースム宝石の発信。